ドームは街だったのか。まるででっかいレンズに街全体が覆われてるみたいだぜ。本当だ、すごいや。それにしてもこの気密性の高さはどうだ。外界から空気が入るのを完全に防ぐよう設計されている。どうしてそこまでする必要があるのさ。確かに外は荒れた世界だけど、生きてけないってほどじゃないのに。何らかの理由で外界と遮断せざるを得ないといったところだな。あんたら外から来たのかい。大丈夫か。レンズはどうしたんだ。あんたこそなんで頭にレンズなんか貼り付けてるんだ。なんでって、外気に触れたせいで頭がやられちまったのか。こりゃ大変だ。何言ってんだよ、俺たちは別に。どうやらそうらしい。何も思い出せないんだ。ジューダス。いいから黙ってよ。この方が情報を手に入れやすい。すまないが教えてもらえないか。レンズのことやこの街のことを。わかった。困った時はお互い様だからな。ここは蒼天都市バンジェロって街さ。で、あんたたちがなくしちまったのは命のレンズって呼ばれてる。この命のレンズがあればこそ、人は汚染された外気に触れても生きることができるんだ。慈悲深きエルレイン様はドームの中でしか生きられなかった我々に希望の光を与えてくださったんだ。エルレインが。ああ、エルレイン様のことは覚えているんだね。よかった。何せエルレイン様は我らにこのドームと生きるための力を与えてくださる大事な方だからね。そんな。あんたたちとりあえずフォルトゥナ診断の方たちに話をしてみなよ。フォルトゥナ診断。ああ、フォルトゥナ診断ってのはエルレイン様を支える人たちの集まりのことさ。みんな優しい方ばかりだから、きっと親身になって相談に乗ってくれるよ。わかった。ありがとう。確かにここは僕たちのいた世界だ。エルレインという名前がそれを証明している。にしたって、この変わりようはただごとじゃないよ。命のレンズとやらも、ドームもそうだが、まるでエルレインがこの世界を支配しているみたいじゃねえか。相当大掛かりな歴史改変が行われたらしいな。一体何が起こったんだ。何が原因でこんな世界になったのか、もう少し情報を集める必要があるな。何が原因ってエルレインじゃないの。そんなことは分かってる。重要なのはそのエルレインがいつどこで何をしたかってことだ。それが分からなければ手の打ちようもない。どうしたカイル、難しい顔して。なんか気になることでもあったのか。ほら、昔拾ったレンズで枯葉に火をつけて焼き芋作ったことがあっただろ。街を覆うほどでっかいレンズだと一体何人前の焼き芋ができるんだろうと思ってさ。カイル、お前はもうちょっと不安を抱くとか緊張感を。大丈夫だよ、みんな一緒なんだし。いいじゃねえかジューダス、カイルはやっぱりこうじゃなきゃな。うん、そうね。ん、何笑ってんのさ、みんな。ねえ、ある程度情報を集めたら、どこか休めるとこを探そうよ。寝たら、なんかいいアイデア浮かぶかもしれないし。お前は寝て起きたら全部忘れるだろうが。ああ、ひどいよロニー。覚えてるよ。ほんのちょこっとだけど。ねえ、ある程度情報を集めたら、ちょうどいいや。ここでちょっと休んでこう。俺はどうしても下せねえな。こんなに世界を変えちまうなんて、本当にできることなのか？それに関して、一つ気づいたことがある。ここのドームは建てられてから相当時間が経っている。最低でも100年単位だ。つまり、こんな世界に変わったのは、随分昔からってことね。おそらくかなり前の歴史をいじったからこそ、ドームも古いし、これだけ様変わりしているのだろう。じゃあさ、
どこら辺で歴史が変わったの？そこまでは僕にもわからない。それを調べるためにも別の町に行く必要がありそうだな。よし、それじゃあ別の町でもっと情報を集めよう。何レンズとにらめっこしてんだよカエル。いやさ、この世界の人ってみんな頭にレンズをつけてるじゃん。目立たないように俺たちもレンズをつけた方がいいかなって思ったんだけど、どうやって貼り付けようかなって。よくそんなくだらないことを思いつくな。ジューダスはいいよな、仮面の下につけてるんですって言えば済むんだからさ。ならお前たちも仮面をつければいい。全員仮面をつけた5人組、余計目立つだろうが。しかし何考えてんだあいつら。レンズがねえとドームの外で生きられないなんて、それじゃあエルレインに命握られてるのと同じじゃねえか。なのにそれをありがたいとか感謝してるだなんて、どっかおかしいんじゃねえか。じゃあ聞くが、お前は太陽や空気がないと生きられないことを、太陽や空気に命を握られてるなどと思うのか。太陽や空気を恨んだりするのか。そりゃあ思わねえけど、でも太陽や空気とエルレインのレンズは別物だろうが。同じなんだ多分彼らにとってはな。他の町にも行ってみよう。そこから何か糸口がつかめるかもしれないからな。他の